も、あきらです。今日は僕一人で放送させていただきます。あっ、始まってたんですね。えって来るよね。え、これ、うん、疲れましたよ。どうもあきらです。どうも、あらたです。ムキムキやん。そう、ムキムキなんだよ。右左ちゃんと書いてあるから。右左わかりますか、ね、右左バンになっちゃいますよ。バンになっちゃうよ。ちゃんと右つけとかないと、はい、これコメント、はい、そう、あけ、あなたはムキムキなんですよ、ね、うん、頑張って腹筋見せて。ちょっと ID で隠れちゃってるから。はい、わかるかな。右がいいの、うん、どっちの方が好きなの。どっちがいいっすか、右っすか、左っすか。うーん、どっちがいいかな。なんでまたつけたの。あ、ちょうどズームしちゃったよ、もう。ちょうどいい感じのズーム入っちゃったよ、もうこれ。もう、こっちもいらないよ。脱いだはいいんだけどね、ちょっとね、脇がね、臭いんだよね。さっきから臭いんだよね、ちょっと。どうしよう。一生懸命仕事してきたんで、ちょっと脇汗かいちゃって、もうちょっと。これ、剣やばくない、これ。ちょっと、もう一回出して、これ。やばいですよね。やばいよね、これ。もう、こんな感じなんですよ。やばいよね。うん。もう血管が浮き出てるもん。うん。やばいよね。ちょっとさ、こっちか。なんでそこ今、ちょびいじり。今、ちょっと、こっち側の方が、ちょっとさ、黒くない。なんか黒いね。脇はダメです。脇がないよ、こいつ多分。脇がないよ。違いますよ。気がだよ。なんか、臭い。めっちゃ臭い。ごめんなさい。ほらもう。いやもうカメラ越しに匂うぐらいだからね。半端ないよ、これ。めちゃくちゃ臭いよ。俺はもう何と言われようと、もう今日はもうずっとこのまま配信じゃない。臭い。ね。放送していくんで。届いた匂い。匂い届いた。匂わせるぞ。マジで臭いわ。どうしてよ、汚れない人増えたよ。知らんわ、今までのロマンスは知らんわ。俺はちょっとまだちょっと白いだけいいけどね、真っ黒い人がいないからね、今日は。なんで脱いだ、なんで脱いだよ。なんかね、ちょっとこの筋肉を見せたすぎて仕方なかったっぽい。うん、まあ、見せたがりな。もともとさ、体操選手だから。体操選手だからね。多分この前なんか宙返りした時あったんですけど、うんうん、それ多分見てくれてる人はいるのか分かんないですけどね。すぐ脱げ、もうみんな脱ぎたがるから。そう、もう俺も服着てるより脱いでる時間の方が長いから。ちょっとここに服あるから、ね、オンライン。体重何キロ、体重何キロ。俺は56かな。俺も56、7、8ぐらいですね。あ、そうなの。あんま変わんないね。身長差があるからね。俺身長175で56だから。あらたがね、ちっちゃいんだよ。167で56から8なんで。そう。多分ね、質量じゃないですかね。質量が多分。少し筋肉ある人って自分の体見せたいね。ね。あの、田舎のヤンキーとか腹筋見せたがるよね、すぐ。ひょろ、俺でも野球部だったんだよ、もともと。野球部だったからね。俺がひょろいんかな。ちょっと、筋肉あるはずなんだけどね。一応どう腹筋はね、割れてるんだよ。見える。いや、並ぶね。一応腹筋は割れてるんだよ。今せっかくズーム紹介した。おい、ズームする。腹筋はね、並びます。あなたの方が確実だね。これちょっと俺がちょっと曲げて一緒ぐらいじゃない。こっちよればいいのか。ほら、ちょっと曲げて一緒ぐらいじゃない。あきらさん。あ、順調。あきらさん。俺ね、身長は俺の方が絶対長い気がする、あなたよりは。身長っすか。俺ね、高2の時にさ、定規で測ったの。あの、マックスの状態ね。俺 16.8cm あったよ。どう、微妙。オープニング、はい、どうぞ。はい。
まだまだ脱いでるっていうね。いやもう俺はもう今日はもう着ないって決めてるんで。着たい。着ないっすよ。あらた身長は何センチ？身長っすか。うん。そう身長。いや俺ちっちゃいっすよね。ちっちゃそうだもんね。全体的にちっちゃいっすもんもう。かぶってる。俺かぶってない。俺ね俺小5ぐらいで俺自分でね爪楊枝で剥いたんだよ。爪楊枝？そうそう爪楊枝めっちゃ痛かったけど剥いたの。いやなんかそうなんかさかぶってんのがめっちゃ嫌でなんかさ白い膜みたいのがあんの。それをね頑張って爪楊枝で外したんだよ。めっちゃ痛かったけどね耐えた。俺そんな経験ないっすよ。なんかめっちゃ頑張ったよ。え、もともと向けてたの？いや違う、そういうわけじゃないですけど、なんか普通になんかポインみたいな、ポイン、こんにちは。歌舞伎にいる人ってみんな被ってんの？え、なんかさ、8割ぐらい被ってるっていうね。でも大体がなんか火星みたいな感じですからね。もう俺小5で自分で向いたからね。俺が普通だと思った。これが普通なんだと思った。遅れてると思って自分で向いたから普通だと思ったんだよ。どうなんでしょうね。そうどうなんですかね、皆さん。皆さんは向けていますか？俺、小五がいろいろデビューだったから。お母さんに向いてもらったらやばいね。仕上げはお母さんっつって。やばいね。ホスター被ってると、まあ、マジで？マジで？それ、よかった。だから俺大丈夫なんだ。大丈夫なんだ。え、被ってる？アルタ。俺、何でしょう？言うたら火星放棄ですね。だったら大丈夫な感じです。うん、こんにちはしてくるパターンなんで、こんにちは。あ、よかったね。え、さ、先端をさ、大きくすると皮がむけるらしいの。先端っていうのと、あと、俺高校の時に知ったんだけど、はい、ずっと勃起させまくってると皮が伸びて、チンコ自体がでかくなるって言って、俺ずっとね、頑張ってた。そしたらちょっとね、でかくなった気がする。何の話してるのって聞いた。本当だよね、何の話してんのね。一人は脱いでるし、一人はチンコの話してるしみたいな。どんな話してんの。もうこれ完全にもう非売だよね。非売配信だよね。やばいですね。そういえばもう告知あり告知あるじゃないですか。ハロウィーン先端ずっと先端まだチンコの話してる。先端をいじり続けるの。いじり続けるのさ。前段だけがさ、ちょっとでっかくなるときあるじゃん。ないないないっすね。ないその状態でずっとそう頑張るの。頑張って保ち続けるとでっかくなるって そう教わったんですか。そう教わった。教わって自習したら本当にねでっかくなったよ。そう分かんないからやってみて。それはやばいな。ちょっとここを出したら追放される気がする。さすがに、ね、上までは OK らしいけどね。うん、その下は下半身はねちょっと危ないね。ダメですね。でもなんかハロウィンイベント行きません？ハロウィンイベント告知もあるんで。こっちかこっち、イベントの告知これ出てんの？そう、29日こっちだ。29日、おい、ハロウィンイベントあるんで、よかったら。そうなんか仮装してくればなんかセンカクテルタダみたいなやつあるらしいですからね。そうよかったら仮装して、うん、うちょっとお店に来てエッチな格好で来てくれれば。エッチな格好で来てくれれば、はい、はい、また俺らも成長するんで。ハロウィン俺これで行こうかな。これで行こうかな。あなたはハロウィン何すんの？俺あれっすね、うん、これは別にいいっすよね。カイトさんが別に隠してるわけだ。カイトさんと同じチームなんで、カイトさんがやりたいっつったゲーム系な、ゲームアニメ系な。あ、それいいね。なんか感じっすね。俺ねあれやるよ。なんだっけ、レゴ。レゴっすか？レゴ顔面黄色に塗るんだって。そう、なんかレゴのなんかヒーロー的なやつらのあれですか？そう、レゴの全部黄色いやつ。こいつゲーム方法、チェンリーいたと。血だらけエロナースで行くの最高。それ最高。ちょっとここら辺ないやつで、ボタンないやつで。そうだね。こんくらい、今の俺と一緒ぐらい。じゃあむしろ俺今の俺と同じぐらいで来てもいい。いやもうナース関係ねえじゃん。ナース関係ねえ。そう、レゴなんかキャップかぶって
オーバーオール着てみたいな感じ。いいっすね。そう。これはですね。本物のチェーンソーはちょっと困るな。本物のチェーンソーチンチンちょん切られちゃうから。チンチンちょん切りに来るんですかね。危ないちょっと。怖いっすね。ちょっとね危ない。刻んであげる。あきらあらた。誰これだ。誰だ。性病でしょ。性病じゃねえよ。セイブはでもね、ちょっとね、一回なってみたい。なったことない。なったことない。なったことないから、一回ね、なってみたい。どんな感じなの？どんな感じなの？痛い。なったことない。痒いんじゃないですか？それは嫌だ。なんかもう、言ってたんですよ。前の職場の先輩がなんか、あの、蒲田の、なんか、蒲田付近の大田区のなんか、その、話をね、行ったら、なってからがホストなんだ。チンコ痒いんだよ。俺あのちょっとね予備軍ぐらいはなったことある。なんか勝手に痒かった時があったんだよ。そう痒かった時があって病院行ったら違った。マジですか。そうちゃんとよかったっすね。そうちゃんと病院行ったんだよ。そう行ったんだけど違ったんだよね。たまにさ痛い時はない。痛い痛くなるんすかね。そう痛い時は痒いっていうイメージしかないですよね。俺痛い時あるよ。なんかマジですか。うんめっちゃ痛い時ある。枕しすぎて指溶けてる。あのなんかさでもあれだよね。出番した後にさ家帰ってからさこれタバコ吸ってるとクッサーってなる時あるよね。そういう時はある。あのなんかたまにちょっとなんかね。あのさありますよね。え臭いやつって何なの。あのマジでさ臭いやつってさ 2,3 日経っても匂い取れないじゃん。あれ何なの。ちょっと女の子教えて。あれ、あの臭さ何なのっていう話してたらカイチさんいらっしゃったんでまたカップラーメン持って。そうあれは何なの。あの臭さはカイトさん何かあの何か突っ込むところないですか。突っ込むようないですか。キャバクラ行きたい。わかります。それは鼻についてんの。それは鼻に、あ、そういうことね。もう鼻にくっついちゃってるのね。ね、それそういうことね。カイトさんカイトさん、俺のこの現状を見てくださいよ。最近の流行りのキャバクラ教えてみんな。ひたむきに俺が行きたい。ずっとこのまんますからね、俺今。いやちょっと、シルコンラーメン、めっちゃ美味しいんだよ。のどなんだよ、のど。あ、エビ汁、ね、あ、あのさ、エビの匂いするよね。女の子、臭い女の子ってエビの匂い、あの甲殻類の匂いする。手がなんかあのスルメ食ったらスルメ臭くなるみたいな感じのやつなかったですね。え、それは初めて聞いた。なんか、ね、スルメ臭いやついました。いや、イカ臭いのは俺らでしょ。いや、なんかいや、違う、俺らなんかエビ臭いもん、マジで。本当にお前大丈夫かよ、マンコって思う、マジで、本当に。それ、性病って言ってますからね。こんばんは、初見です。マジやん。いや、性病の人って臭いって言うね。あの感じだとか感じだはね、でもね、性病って性病だけど、でも女の子が単体で発症してしまう病気だからね、仕方ないんだよ、ね、え、あの単体でめっちゃ汚いからなるんじゃないですか。俺、ね、そういうイメージなんですけど、お風呂場とか、その水からも感染しちゃうから感じだは。あ、そうなんだ。そうそうそう、ちっちゃい子供でもなっちゃうから、あれは仕方ないんだよね。真面目な話になってきた。はい、ここから CM どうぞ。
ケーキ付け、ケーキ付け。これ何でいくんですか。え、これ灰皿。灰皿でいい。出た、そのパターンのやつですね。あ、熱い熱い熱い。もう地味に飛んでくる。もうこれやばいわ。これやばい。そう、灰皿テキーラ。激しい。お熱い。食べてるカイツさんも熱いパターンですか。じゃあもう灰皿。よいしょ。灰皿。カップヌードルいただきまーす。それケーブルゲタ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 。早い。はい、それだけ。それ一応さっき入ってます。はい、こっちのお茶。あ、濃い。テキーラ。テキーラ。ね。バランジラ。あ、よいしょ。あー。聞くわー。聞くわ、マジでー。いや、さっきね、出たアジアはね、なんかね、今年の頭までね、付き合ってた女がいるから行けない。行けない、うん、アジア美人ジャイはね、友達が多すぎて誰示したらいいか分かんないから行けない。そろそろ、裸いじってあげて。もう多分いいっすよ、もうみんな気づいてないっすよ、ね、あ、こいつ裸だって思ってないっすよ。服着たらもう飽きられてるじゃないですか。そう、もう服着たら寒いでしょ。寒いですね。で、寒いっていうよりね、臭いんだよね。カイトさんのラーメンより臭いから、ちょっとやばいよ。そんな臭いですか。マジ臭い。そう、臭い。ねえ、そう。あ、臭い。ロリキャバだとあれじゃない、メイドみたいになっちゃうんじゃない。オプションは。オプションによるんだけど。オプション何が言われた。右かいい、右がいい、左がいい。ベルージュもいけない。どこもいけないじゃないですか。どこだったらいけるんですか。え、なんかゴミみたいな毛が。いや、名前出た。多分聞こえてます。もうラーメンが出ちゃった。あらと、それ何のコスプレ。なんだろうな、困るな、その質問困るな。ダメだな。スナックっすか。スナックもね、いいっすね。ゴールデン街とか俺行ったことないんだけど、行ったことある。ゴールデン街ないっすね。よくめっちゃ通るっすけど、帰り行ってみたいんだよね。なんか山田孝之がちょいちょいいるみたいだけど。3人でスナックのまま落としてきて、俺も勝てる気がする。この3人の中だったらどうだろう。年齢的に可愛がってもらえそうな気がする。だからね、僕ね、まあ、ちなみに今食べてるラーメンが、まあ、見えないんですけど、この能登のエビ汁っていう感じのやつで、まあ、ちなみに僕能登出身なんですけど、石川県になんか、その石川県の金沢市ってところがあるんですけど、そこに新天地みたいな、日田新地じゃなくて、はい、まあ、新天地っていう、本当になんか、はい、もうボロアパートみたいな、なんか平屋みたいな、なんか本当ゴールデン街みたいな、はい、ところがあって、はい、で僕近くのバーでずっとバーテン修行してたんですけど、はい、やっぱ付き合いとかもあるから、はい、まあ、行ってこいって言われて、はい、はい、みたいな感じで、行ってこいって言われに金もらえないの。実費なの。実費なの、よくわかんないけど、意味わかんないなと思いながら、まあ、行くじゃん。これも修行なのかなって勘違いして行くじゃん。で、行って、したら、あ、来たのみたいな。くにょくん元気みたいな。はい、まあ、もう本名とかないようなもんだから言うけど、くにょくん、はい、元気みたいな。何飲むって言われて、あ、なんでもいいですって言われて、はい、緑茶、はい。本当、もう本当この、これぐらいの緑茶杯出してもらって、はいはいはい、最近景気どうですかとか、お話しながら飲んで、はい、で、おつまみいるみたいな。あ、じゃあいただきますみたいな。はい、今日買ってきた、
いいのがあるのよって、新鮮なのよって言って、はい、明らかにサランラップベリベリってやって、スーパーで、スーパーで明らか買ってきて刺身出してくるわけ。しかも魚食えねえのに。もうじゃないですか。魚嫌いなのに、明らかにスーパーで買ってきた400いくらって、見えるの見えるの見えるわけよ。もう、出してくるわけよ。はい、せめて見えないようにしといてほしかったっすね。で、その、まあ、そういう風なところだから、はい、本当もうスナック、そんじそこのスナックのママとかいうレベルじゃなくって、はい、もう本当に下手したら、若い子からしたらもうおばあちゃんレベルの人だから、あ、じゃあ、あ、ごちそうさまいただきますって食べるじゃん。はい、もういらないですなんて言えないし、はい、いただきますって言って、もう無理して嫌な魚を食うわけよ。はい、で、クソまずい量したら思うわけよ、マジ本当に。うまくよ。で、あ、ごちそうさまでした、今日はありがとうございますって。はい、あ、おかけくださいって言ったら、はい、1万2000円。高っと思って。もう400円が化けたよ。え、やったね、お前。何完全についてます。あ、これ飾りボトルだ。真の。もう重ねる。もう重ねる。これダメですよ。どうね。アルプス安いよね。ね、544の言ったように、店帰って、まあ、その時働いてた、まあ、その師匠に、いや、てか聞いてくださいよ、みたいな。はい、ロフトハイパイと、刺身スーパーのやつで、1万2000円だったんですけどって言ったら、いや、お前、その勉強だよって言われて。え、震えるなと思って、バーテンダーの世界ってこの厳しいのって、いう記憶がありますわ。配信いつ？明日から復帰します。あ、復帰するんですね。そう、何ですか？A 版ニコニコ生放送は一回 A 版したら解除してくれないですけど、ツイキャスは解除してくれるんですからね。解除されたんすか？やった、やったやった、マリセンチさんのリスナーさん来ますけどね。お邪魔してます。来ます。よくしてあげて。はい。脳が震える。あ、脳が震える。リゼロね。面白かったですね。何したの、うん、なんか、そのキャスでは有名な深夜町っていう配信室さんがいらっしゃるんですけど、そいつの枠破壊してやろうと思って、そいつがトイレ行ってる間にチンポ振り回してやったら、あ、俺の配信じゃないの、俺がバンになりました。え、すごい。あ、そうなんだ。そう。ニコニコは、はい、その出された配信が、はい、バンになる。はい、でもキャスはダメみたい。あ、そうなんだ。そう、マジ知らなかった。めっちゃいい歌ってもらった。そうなんすね。そうなんすよ。なんで上半身裸なの？なんかこのマッチョを見せたかったっぽいですね。アピールだけです。そう、アピール。ただ目立ちたがり屋なんで、気持ち悪いやつな。いや、もう静かに飲んでたよ。チェイサーが変わりっす。なんで出されたの？サイレントで言っちゃったよ。ねえ、いつの間に。寒い？いや、寒くないです。本当に？全然もう、うん、寒い？いや、全然寒くないです。大丈夫です、あったかいです。なんか左の乳首だけさ、ちょっとちっちゃいよね。寒い？ちょっとちっちゃいです。こっちですか？そっち寒い？ちっちゃい。こっち寒いです。寒い。温めてあげる。ありがとうございます。そう、裸できた。そう、さっき。あ、なんか地味、地味な温度。地味な温度。なんか今俺暑いって言おうかしたけど、めっちゃ地味な温度。氷で冷やしてって。うん、やばい、気持ち悪い。やばい、気持ち悪い。あー、こっちもいいですか、こっちもいいですか。キモい。あー、キモい。うわー。新たのドリンクの中に入れとけ。これ入ったんすか。まあ、自分で飲むんでいいですけどね。カイツさん、いりますね、これ。大丈夫ですか。セチちゃんも、セチちゃんお腹ポコポコにいいねだから無理なんだよ。
別に、ね、だって俺お腹見せお腹出すとチンコも一緒にセットでついてくるからそれはダメですね。ナイトチューブさんがいいですよって言うんだったらいくらでも出すんですけどいいですよ本当に、うん、もうロマンスガではなくてナイトチューブさんがいいですよっていくらでも出すんですけど多分ダメなんで絶対よね、すごいよね、ま、こっちの方がいいっすね、こっちの方がいいっすね、やばいね、そうだね、さっきのこの左の方があるね、この配信始める前あの裏で思いっきりずっと筋トレやってます、ね、どっちどっちこっちです、こっちです。え、ちょ、こっち、こっち。こっち、こっち。あっち、ちょっと待って。それが量が多いっす。うん、うん、元のエビの香り。そう、鍛えてさ、ずっとね、腕立て伏せしてたよ。バンバンプしてたね。ずっとパンプアップしてましたからね、後ろで。やばいやばい、パンプアップしないと。筋トレ趣味、そう、あの、筋肉バカっぽい、ちょっと。ああまあまあ体操もやってたっていうのもあるんだよ、ね、いいよね、なんかねむしろどうやったら悪いのか分かんねえよえこの腕すごいよね、多分なんか腕の方が結構あれなんすか、俺もねあの野球部だったから腕はあるはずなんだけど、これと比べるとねちょっとやばいかもしれない、いやみんな脱いだらちょっとこれもう船長さんも脱ぐタイプになってきますね、俺ね多分細さが違う、筋肉質なんだけど分かるんだけどな、っどっちに移ればいいんだ、こっち、どう、一応ね、ここはボコってなるんだよ、白くなっちゃう、なるんだけど白くなっちゃう、そう筋肉はね、俺もなかなか筋肉がねわりっそう、あるはずなんだけどな、新たと並ぶときついっすよ、あれが ねあと一結構あるね、でしょ意外とあるんだよ、見て、センサーのこの細さやばいよ、あ、本当だやばいっす、でも僕22ぐらいの時多分あなた以上ありましたからね、俺でもマジっすかマジっすか、ここもあるんだよ、こここれここのなんていうのここっすね、あのおなきんっすね、これそうおなきん、え俺おなきんっていうか手満筋ずっとこれで鍛えたそう、ここがねだんだん筋肉痛になってくるんだけど繰り返してたらね、手がもう帰ってたら負けないっすよ、俺かえもう使わなくなったらもう壊す家の柱をハンマーで打ち抜いてたらこういう風になったで、ある日鏡見てえ俺こんなマッチョキャラじゃないキモいと思ってその仕事辞めた、なるほどということでね、お疲れ様でした、お疲れ様でした、あ、10秒か、あと全然10秒あります、どうぞ、じゃあ最後はあなたの作り部屋で終わろう、それあっちゃたまり込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。